ローガン・グレゴリー・ウェイドは、オーストラリア連邦クイーンズランド州ブリスベン出身のプロ野球選手。2012年4月12日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、プロ入りを果たした。6月18日にサンカルーキー級、ガルフ・コーストリーグツインズへ配属された。39試合に出場し、打率。234、1本塁打、29安打、10打点。 に盗塁を記録した。オフに母国オーストラリアのウィンターリーグであるオーストラリアンベースボールリーグに参加しブリスベンマンディッツに所属した。28試合に出場し打率1676打点13安打に盗塁を記録した。2013年開幕を参加ルーキー級ツインズで迎えた6月19日に 参加参加 A 級エリザベストンツインズへ昇格した。7月1日に故障者リストに登録された。最終的に32試合に出場し、打率303、2本類が30安打、12打点に投塁を記録した。オフには A ビールに参加し、バンディッツに所属した。46試合に出場し、打率244、1本類打、24打点。 40安打4盗塁を記録した。2014年開幕前の3月2日にニューサウスウェールズ州シドニーで初めてオーストラリアで開催された MLB 開幕戦の前に開催された親善試合であるオーストラリアンチャレンジのオーストラリア代表に選出された。シーズンでは3月29日に3回 A 級シーダーラピッツカーネルズに配属され開幕を迎えた。 5月9日に故障者リストに登録された。6月20日にリハビリのため参加ルーキー級ツインズに配属された。ここでは10試合に出場した。7月9日に参加 A 級カーネルズに復帰した。最終的にここでは75試合に出場し、打率233、7本類打、38打点、65アンダ4盗塁を記録した。オフには、 A ビールに参加し、バンディッツに所属した。45試合に出場し、打率28、282、6本塁打、27打点、6アンダー、5盗塁を記録した。2015年4月7日に、参加 A 級フォートマイヤーズミラクルに配属され、開幕を迎えた。99試合に出場し、打率、258、3本塁打、36打点、 87アンダー、3投類を記録した。オフには、A ビールに参加し、バンディッツに所属した。35試合に出場し、打率、315、5本塁打、20打点、41アンダー、5投類を記録した。2016年開幕前の1月28日に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは、 本戦出場を決めている。シーズンでは、開幕を参加参加 A ミラクルズで迎えた。55試合に出場し、打率、209、1本塁打、19打点、42アンダー、4盗塁を記録した。6月22日に解雇された。2016年6月6日に、第28回ハーレムベースボールウィークの、オーストラリア代表に選出された。当期には、 エービールに参加し、バンディッツに所属した。39試合に出場し、打率、283本塁打、22打点、46アンダ、8盗塁を記録した。2017年2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。キューバ戦では一時先制となるアンダを記録したが、アルフレド・デスパイネの満塁本塁打で逆転され、 オーストラリアは一時リーグ敗退となった。ありがとうございます。